い、ということでこちらが来ました、ブートジョロキアチリバーガーということで、これ、辛さレベル1辛から5辛ありますけど、これ5辛に、なっております。はい、どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということで本日もね、激辛ストリートで武者修行していきます。この企画はですね、私激辛ジョニーが激辛レベルをパワーアップするために、様々な激辛料理に挑戦していきますということで、今回もですね、東京都芝にあります激辛ストリートに来ております。約26店舗激辛加盟店がありまして、それぞれの店舗で激辛料理を出しているということで、今回で4店舗目になります。今回はですね、激辛ハンバーガーになります。今回のハンバーガーや、ただのハンバーガーじゃない、なんと元アメリカ大統領のドナルド・トランプさんが口にしたハンバーガー屋さんということで、めちゃくちゃ大人気と、その激辛ハンバーガーを今回食べることになります。過去に世界一辛い唐辛子としてギネスに登録されたブートジョロキアを使ってるということで、さあどんな辛さか楽しみだね。本日のお店がこちらです。マンチズバーガージャック、おしゃれー、すごいおしゃれ。僕ね、何回か通ってるんですけども、めちゃくちゃいつも大行列、行列に行列を重ねて、もう行列のミルフィーユということでね、今日はね、その行列をかいくぐって中に入っていきたいと思います。行きましょう。東京港区芝に輝くハンバーガーの聖地、マンチズバーガーシャック。マンチズはやみつきを意味し、その名が象徴するように一口食べればやみつきに。アメリカ前大統領であるトランプ氏が来日時に日本のハンバーガーを味わったエピソードは広く知られています。トランプ氏が選んだのはコルビージャックチーズバーガー。この店では当日トランプ大統領が召し上がったセットがそのまま提供され、その名もプレジデントトランプセット。ブートジョロキアチリチーズバーガーは、かつてギネスに認定された世界一辛い唐辛子ブートジョロキアの粉末が使われています。辛さは1辛から5辛まで選択可能で、1辛ごとにスプーン1杯のブートジョロキアパウダーが加わります。今回は5辛を注文し、5杯のパウダーがトッピングされています。ハンバーガーの具材はトマト、レタス、チーズ、チリミートビーンズ、そして注目すべきはパティ。このパティは一切のつなぎを排除し、純粋な 100% ビーフを使用しております。噛み締めると肉から本物の肉汁が溢れ出ます。チリミートビーンズには先ほどご紹介したブートジョロキアの粉末が混ぜられ、激辛仕様に仕上げられています。ハンバーガーを口いっぱいに頬張ると、その豊かな肉汁が感じられ、その後にはブートジョロキアの辛さが喉を突き刺す独特の体験があなたを待っている。はい、ということでこちらが来ました、ブートジョロキアチリバーガーということで、これ、辛さレベル1辛から5辛ありますけど、これ5辛に、なっております。はい、いつも通りね、制限時間を設けようかなと、思うんですけども、ハンバーガーですから、今回は5分以内に全部食べきりたいかなと思います。いただきます。さあ始まりました。今回も私激辛ジョニーが激辛の挑戦の方を実況中継していこうという試みでございます。さあまずはね、ポテトから食べていきます。いきなりね、これ辛いと食べる時のポイントなんですけど、いきなり刺激の辛いものをですね、食べてしまうとお腹びっくりしちゃいますから、まあ、こういったねポテトとかサラダとかあったりしますからね、そういうの食べていきましょう。さあハンバーガー、おーっと大きな口で、もうこれね大きいんですよ、ものすごく。もうね、あんまりねこれこうやって食べる人いないんじゃないでしょうか。ちょっと女性だとね、やっぱこうナイフとかでこう切り分けて食べていこうという感じなんですけどもね、今回時間がないですから、制限時間5分ですから、もうねこう食べていきますよ。はい、これね食べるとね、もう中の具材がブワッとこのバンズから飛び出してきます。レタス、トマト、はい、チーズ、マジでうまいです。これ本当にね、今まで食べた肉、ビーフ、ハンバーガーのビーフ、もうダントツで肉汁がやばいです。めちゃくちゃ美味しいですね。しかしね、これ食べ進めると、あのブートジョロキアの粉末が入った、チリミートビーンズがあるんですけども、この辛みがねブワッと後から押し合わせてきますけれどもね、それ以上にうまいんですよ。これしっかりした辛さがあるんですけどね、もう止まんないですよね。うん、さあ2分10秒経過ですけれども、ありがとうございます。もうねこれ美味しいんですよ。まあこれね、つなぎ、まあこういったね、このつなぎ、まあビーフなんですけど、そのねつなぎっていうこと、まあいろいろあるんですけども、ね、つなぎ、この肉の中にね、いろいろこのハンバーグっていうのは、うん、
何こうパン粉とか卵とか混ぜたりするんですけど、これ一切使用してないんで本当に肉だけなんですよ。だから肉がマジで美味しいんですよ。もう止まんないんですよ。そうなるとあーっとこれはジョロキアの辛みで汗をかいてきた。さあどうだ。さあ時間は3分30秒残り1分半、時間がありません。さあ行け行け、うん、頑張れ行け。はい止まりません。箸が止まらない。いや今日はね箸持ってませんから手が止まりません。さあ行け。おーっとハンバーガーと見つめる。さあ睨み合いが続く。しかし行く。さあもう少し。さあ残り1分でしょうか。4分経過。さあ行けるか。あとちょっとお皿に残った。あまだ残してるぞ。ちょい残しはダメだ。行け最後まで食べ尽くせ。行け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 行ったー。あ本当にね美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こういったあのバナナミルクとかあの販売してますんでね、こういったバナナミルク飲むと辛さは和らぐんで、一緒に頼むとおすすめです。はい、うん、いやーうまかったね。2000円も以上するハンバーガー、僕人生であの初めて食べた。人生で食べたハンバーガーの肉の中で一番ジューシー、めちゃくちゃ美味しかったね。ブートジョロキア使ってますから辛さレベル8でございます。おめでとうございます。美味しさレベルマックス10ということで、ね、こんな感じで、激辛ストリートで、武者修行していきます。次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。